どうも小林です。2022冬イベ前段最終会議 E3 の攻略です。今回は前編として第3ボスマス解放ギミックまでをやっていきます。まずは E3 の概要についてですが、 E3 は第1ゲージが戦力、第2ゲージ輸送、第3ゲージ戦力のトリプルゲージです。そして出撃制限札は2枚、水上打撃空母機動部隊で連合艦隊札、輸送護衛部隊で輸送部隊札、どちらも連合艦隊での出撃なのでギミック消化で使う艦を含めると30隻ぐらい必要になります。次に特攻についてですが、シーツに絡んでいる艦が特攻艦になってるみたいですね。ある程度戦力を投入しないと苦戦するので特攻艦を含めた編成をしたいです。ただ後段で誰が特攻になるかわからないので、戦力に不安があるなら E3 は後段情報が出てから攻略がおすすめだと思います。ではまず第一ゲージ攻略です。編成条件ですが、戦艦3隻以下、正規空母2隻以下、高速統一または軽巡に駆逐3以上で最短ルートです。自分は水上打撃部隊での編成ですね。空母機動部隊でも同じ条件なので、まあこれはお好みで。攻略当時は情報が少なかったので、戦艦は長友津を高速化、従順系は水戦装備で制空キャリアにしてボスを航空優先にしてました。水上なら正規空母より軽空母2隻で制空を上げた方がいいです。あとは軽巡を2隻ってことの条件であれば、戦艦3、軽空母に軽巡1が第1艦隊良さそうですね。次に第2艦隊です。軽巡1、雷巡1、航巡1、駆逐3です。雷巡や矢作、最上など先制雷撃ができる艦が特攻になっているので編成すると強力ですが、ちょっと自分もメインを切るのが不安だったのでサブ多めに使用してます。サブ艦に余裕があれば雷巡多めが安定ですかね。では出撃に行きます。七航空はボスまで高度半径7です。半径7の陸戦があれば陸戦1、陸航3で劣勢調整にできます。途中ですね、スタートから能動分岐を左、そして1戦目が潜水ます。第2艦隊は先制対戦艦を何隻か用意しておきましょう。 E3 は潜水マスを必ず通るので先制対戦艦がいないとかなり辛くなってきます。そして能動分岐を左上に進み、通常戦闘2回です。この長と2戦目の方が戦艦多級2隻のマスで、3戦目が戦艦ル級と軽艦ル級のマスです。弱すぎる。第1艦隊から戦闘する水上打撃の方が事故は少なくできるイメージですね。水上でも機動でも道中支援をしっかり出しておいた方が安定します。第3砲塔を敵に指向。そしてボス前に索敵判定があり、ボス戦ですね。ボスは空母石海の連合艦隊です。随伴がそこまで強力ではないので基地航空と決戦支援出しておけば昼のうちに随伴は処理できます。特殊攻撃がうまくいけば昼のうちに撃破できるということもあります。長友津アメリカ艦は非常に強力ですが、どっちも使うと過剰感があるので、長友津を使うかアメリカ艦のどちらかっていうところでいいんじゃないかなと思います。その他第一ゲージは特に注意する点はないです。次に第二ゲージの輸送攻略です。最短ルート条件が軽空母0、これは秋津丸も含みます。そして航空戦艦を含む場合は従順1隻以下。航空戦艦を編成すると戦闘が二巡して被害が増えるので使わない方がいいです。使用した編成が第一艦隊は水母1、駆逐4、新州丸です。低速艦も編成可能なので輸送量が多い揚陸艦と駆逐は輸送装備、水母は空襲マス対策に水戦装備させています。で第二艦隊です。軽巡2、駆逐3、従順1です。道中の対戦マスと空襲対策に対空カットインと対戦装備、ボスを A 勝に狙えるようにある程度火力出せる艦を入れつつ輸送装備を追加してます。この艦隊で A 勝利で輸送量が159でした。次に基地ですね。ボスまでの高度半径が6です。ボスの随伴に空母がいるので第一ゲージで使った基地をそのまま使うのがいいです。で道中ですが、1戦目が空襲マス、水戦キャリアで制空拮抗にして対空カットインで対策してます。2戦目、潜水マス、ここもできるだけ先制対戦艦編成で対策したいですね。そして次が輸送連合だと左確定です。3戦目、通常戦闘マス、単従陣と警戒陣パターンがあります。道中1戦しかないんですが支援はあった方がいいですね。対戦マスと合わせて航空支援を活用しても良さそうです。本当に今回は空襲対戦警戒陣コンボが多いですね。そしてここもボス前に索敵判定があります。
ボス戦は従順に9回が1隻か2隻のランダムで出てきます。ここも無理に S を狙わず下4隻撃破して A 勝利で輸送を進めていくのがいいです。2級海が1隻なら S も狙える程度にしておきましょう。輸送が終わるとこれで第3ボスマス解放ギミックです。L マスを A 勝利以上1回で、 V2 マスを S 勝利1回、 U、V1 航空優勢1回、基地空襲優勢1回です。ギミックは水上大気空母機動部隊両方を使って消化していきます。第一ゲージボスのエルマスは省略します。まずはユーマスの航空優勢です。スタートから能動分岐を右に進み、空襲潜水マスの後水上大気だと下に向かいます。第三砲塔を敵に指向、逃がさないわ。通常戦闘を抜けてユーマスへ。航空優勢には制空600近く必要なので、基地航空隊も一緒に送って取るようにした方がいいです。ここまでの行動半径が5ですね。次に V1 マス航空優勢、 V2 マス S 勝利、空母起動だと潜水マスを右に進みます。こっちも通常戦闘を抜けて能動分岐でそれぞれのマスに行けます。ここも各ギミックマスに基地航空を送っておけば航空優勢も S 処理も問題なく取れるかなと思いますね。待ちに待った艦隊決戦か。最後に基地の空襲の航空優勢です。防空1部隊だと基地の機体にもよりますが、弱編成でしか航空優勢が取れなかったですね。ギミック消化中に航空優勢取れていればいいんですが、もし取れていなかったら防空を増やして航空優勢取るようにしましょう。以上、ギミック完了で第3ボスマス解放です。第1ゲージを水上打撃部隊で攻略しているなら、今の順番で第1ゲージ L マス、 U マス、 V1 マス、ここまでに基地空襲の航空優勢が取れていないなら防空を2部隊にして V2 マス。第1ゲージを空母機動部隊で攻略しているなら、第1ゲージ L マス、 V1 マス、 V2 マス、そしてここまでに基地空襲の航空優勢が取れていないなら防空を2部隊にして U マス。こんな順番でやるのがいいかと思います。ここから第3ゲージ削りになりますが、今回はここまでにしたいと思います。後半で第3ゲージの攻略と走行破砕をやっていきます。ではこの動画は以上になります。この動画が少しでも参考になりましたら励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。